ではテストとテスタビリティに移りたいと思います。はい、じゃあ、単体テストについて説明します。単体テストはですね、関数やメソッドのレベルでの動作検証、ことを指していて、与えられた引数に対する戻り値が期待するものかとか、期待するエラーが発生するかなどを、調べますと。で、テストコード。これは単体テストを行うコードになっていて、検証したい機能を実際に使ってみて、期待する結果になるかを検証しますと。引数を網羅的に検証したり、しますと。機械的に実行することができるので、一度書けば何度も簡単に検証が可能ですと。なので、テストコードを書いて、単体テストを行いますと。テストの必要性としては、ソフトウェアの品質の担保と、あとは変更に対する品質の保証ですね。変更されていても、テストが通れば、そのテストの分だけの品質は保証されます。なので、積極的にリファクタリングとかしたい場合はですね、必要十分なテストを書く必要がありますと。Go テスト。Go テストは単体テストを行うためのコマンドで、ansco-test.go というサフィックスのついたファイルを対象にテストを実行します。マイパッケージのテストを行いたい場合は、Go テストマイパッケージと書くと、実行しますと。で、基本的には、テストが成功した場合はですね、OK しか出ませんと。Go のテストはですね、失敗した場合を最も大事にしているので、失敗した時だけ、詳しい情報が出ます。なので、基本成功した場合はですね、何も出ないという感じですね。まあ、Unix のコマンドとかもそんな感じですよね。で、Go テストのオプション。としては、-v が詳細を表示します。何も指定しなかったらですね、特に詳細出ないですよね。このパッケージのテストが終わりました。そんぐらいしか出ないです。どの関数、テスト関数を実行しますみたいなやつは出ないです。で、-cpu で、実行する並列度を指定できますと。複数のコアを使ったテストなどができます。-res はデータの競合が起きないかどうかのテストをします。基本的に特に理由がなければ、-res をつけたテストは必ずやっといた方がいいですと。自分がデータ競合を起きるようなコードを書いてないかもしれないけど、自分が依存しているライブラリがデータ競合を起こしている可能性があったりしますし、自分が Go ルーチンとチャンネルを使ってなかったとしても、呼び出しているライブラリがやっているかもしれないです。ちなみに NetHttp パッケージは、1リクエストごとに1つの Go ルーチンに立ち上げるので、まあ、ほぼほぼ、皆さん知らないところで Go ルーチンを複数動かしているということになります。で、-cover でカバレッジを取得します。まあ、どのぐらいテストをやってるかっていう、そういったものですね。これちょっと飛ばしましょう。テスティングパッケージ。テスティングパッケージはですね、テストを行うための機能を提供するパッケージになります。テストコードを書く際に、用います。どうやって使うかというと、まずテストの書き方を説明すると、このヘクス型の、テストを行いたいよといった場合に、下のようなコードを書きますと。テスト対象のパッケージのに後ろにアンスコテストって名前をつけるのが、一般的ですと。このアンスコテストをつけなくてもいいんですけど、アンスコテストをつけるとですね、マイパッケージっていうパッケージとは別のパッケージになるので、よそのパッケージの気持ちで、テストを行うことができますと。同じパッケージでもテストを書けるんですけど、チートしたくなるので、できる限りよそのパッケージの気持ちでやった方がいいかなと思います。で、関数名をですね、テストで始まって、かつ引数をテスティング t のポインタ型にするとですね、そいつは、Go テストではテスト関数だと認識してくれます。で、あとはですね、期待する値とかをエクスペクトダクションとかでして、代入して、で、if 文で比較して、ダメだった場合はテストで落とすと、テストを落とすと、そういったことを書きますと。で、テスティングパッケージでできることのほとんどがですね、失敗した利用を出力してテストを失敗させると。それだけですね。特別なアサーションみたいなものはないです。ちゃんと自分で if 文で、比較して落とすってことが多いです。
で、t.error とか t.elif はテストを継続するやつですね。エラーとして報告はするけどテストは続けるやつです。直ちにテストを終了するやつは t.fatal とか t.fatalf です。テストの並列実行は at.parallel というものをやります。そうすると、テスト関数がですね、それぞれ、平行に、まあ、平行並列に、実行される可能性があります。こいつはですね、プロジェクトが開発が開始した直後に t.parallel を仕込んどいた方がいいです。理由としては、後で t. テストが遅くなった後に t.parallel を仕込んでいくとですね、おそらく大量のレースコンディションが発生します。なんでかというと、パッケージ変数とかを、ガンガン使ってる状態のコードに t.parallel をかますとですね、mock でそのパッケージ変数を書き換えたりとかする処理があるとですね、その段階でデータ競合が発生しうります。なので、やるとしたら、プロジェクトが開始された段階で t.parallel を呼んでおいてください。まあ、なんか何のこっちゃわからんの方はですね、とりあえず t.parallel をテスト関数の先頭で呼んどいてください。そうすると、テストが並列で実行される可能性が出てきます。後では難しいんですよね。で、このテストの並列実行の並列数を指定するためには、Go テストの -parallel というコマンドを実行するといいでしょう。で、他にもベンチマークとかブラックボックステストとかもできますと。ベンチマークはですね、例えば、外部のライブラリーとかに、私の考えた素晴らしいアルゴリズムで、実装し直すとですね、こんなにも速くなるっていうのを説明するための、こんなにもを説明するための、その値を取るために、ベンチマークを測ります。なので、なんとなく速くなったっていうので、プルリクを送ると、まあ、大体ベンチマークを取れと言われるので、ベンチマークをしっかり取りましょうと。で、よく聞かれる質問としては、テスティングフレームワークを使わないんですか？っていう質問が多いんですけど、アサーションは Go で言語レベルでは用意してませんと。まあ、こう書くとすごい老害っぽいセリフですけど、自動でエラーメッセージを作るので一つずつ、丁寧に自前で作った方がいいという。これはですね、ちゃんと理由があってですね、プログラムをつとかマクロを使ったら絶対に許さないみたいな、温かみのある手作業が重要だという話ではなくてですね、エラーメッセージは非常に重要なものなので、それを自動で吐き出すとですね、意味のあるものなのかというと、そうでない場合が多いので、ちゃんと、プロジェクトごとに判断して、当然自動でもいい場合は自動で作るようなライブラリを自分たちで導入する、または作るといいと思います。けど、それは言語レベルでやることじゃないよねっていう話ですね。なので、言語レベルでは用意してませんと。なので、外部のライブラリを使うか、でも外部のライブラリの場合はですね、そのライブラリを入れたことによる、プロジェクトの複雑度の増加についてもよく考えて、ライブラリを入れる必要があるかをちゃんと、複雑さが増えることをちゃんと認識して、天秤にかけてやった方がいいかなと思います。まあ、正直、自分たちのライブラリとして作ってしまった方が、変な複雑度依存が増えなくていいと思います。で、あとは、テスティングフレームワーク、まあ、他の言語のテスティングフレームワークとかでよくありがちな、これはもはやその言語のテストじゃなくて、新しい言語を作ってんじゃねえぐらいの、すごいそのメソッドチェーンとかを多用したようなものが、あるとですね、非常に、学習コストが高くなってしまいますね。Go はですね、Go のコードを書いている人はですね、少なくとも Go のコードを読めるので、テストを Go で書くとですね、漏れなくみんな Go で読めるんですよね。なので、テストのための新しいミニ言語みたいなのを作らないで済みますと。なので、あくまで、テストは Go で書きましょうということですね。で、ただ、そうは言うものの、比較演算子だけイコールイコールとかビックリイコールとか大なり小なりとかだけだと辛いんじゃないのという話があれば、この Google が作っている Go コンプというのを使うと、もうちょっと、細かい比較ができますと。
あくまでこいつは比較をするやつなので、アサーションではないですね。エラーメッセージ自動で生成したりとかはしません。他にも、エグザンプルテストというものがあって、これはですね、テストされたサンプルになりますと。テストでもあり、ドキュメントでもありますと。で、エグザンプルで始まる関数を書くとですね、GoDoc にサンプルとして出てきますと。で、アウトプットという形でコメントで、標準出力に標準出力に出される結果を書いておくと、このエグザンプルテストを実行して出てきた標準出力の値と、このアウトプットに書いてきた値を比較して同じだったらテストをパスして、そうじゃなかったらテストが落ちるといった仕組みになっています。こうすることによってテストされたサンプル、要するに、ドキュメントは古くなっていて、サンプルも古くなってるけどソースコードだけ新しくなってるみたいなことを避けることができます。古くなってしまったらテストが落ちるようになるような感じですね。まあ奇跡的にテストが落ちない場合もあるかもしれないですけど、まあ何も関連付けられてないよりかは、いいかなと思います。はい、サブテストですね。 5.1.7 から導入された子テストを実行するような仕組みになっています。テスト関数の中で t.run と呼び出すと、サブテストという形で、第2引数で指定した、テスト関数を実行します。テスト関数については、まあこの親のテスト関数と似たようなやつですね。で、これで何が嬉しいかというと、サブテストを指定して、こう、ハイフンランとかして、実行することもできるようになりますと。この場合だと、テスト AB というテスト関数の中のテスト、A というテストをだけを実行しています。なので、B は実行されてませんね。はい。続いて、テーブルクローテスト。テーブルクローテストはですね、テスト対象のデータを羅列してテストする方法ですと。これのいい点はですね、テストロジックとテストデータ、テストケースを分けて書くことができることですと。テストデータは、スライスとかマップで、テーブル上に記述しておいて、それを使ったテストロジックを、こうやって下のように書くという感じですね。もうちょっと分かりやすく書くとこれかなと思います。これはですね、上にテストケースを書いておいて、で、下の、レンジのところで、t.run の中で、テストを実行していますと。こうするとテストケースを簡単に増やすことが可能ですね。もう1個テストケースを増やそうと思ったら、ここの部分に1個行を追加してあげて、要素をスライスの要素をバンと追加してあげればいいという話になります。はい、ちなみにこの C コロンイコール C っていうのがなんかクロージャーのところで出てきた、あれですね、シャドウイングをやってる感じですね。その抜けた4を抜けた後に実行されるので、4の一番最後の C の値になってしまうのを避けるためのやつですね。ここで t.parallel 呼んだらですね、ちょっと実行順が保証されなくなるので、こういったことをやっています。はい。で、テーブルクローテストの利点としては、落ちた箇所が分かりやすいと。テストケースの名前が表示されます。サブテストの名前を付けるので、テストケースの名前が付けられますと。で、特定のサブテストだけ実行できます。テストケースが大量の場合に分かりやすいです。この数個しかテストケースがないというのはあんまなくてですね、10個とか20個とか多くて100個、200個とかあるので、それのなんか5番目が落ちたとか言われたときに、そこのテストケースだけ実行したいみたいなことができますと。はい。ちょっとテストの話もうちょっとなので、と一応最後までやって、単体テストまで最後までやっていきますね。はい。テストヘルパー。テストヘルパーはですね、テスト関数の、補助を行うようなヘルパー関数になっていて、例えば、添付ファイルの名前だけを取得。添付ファイルの名前を作ると。テンポラリーファイルの名前を作る。パスを作るみたいな、そういった、やつの場合をこの下のように書きますと。で、ヘルパー関数はですね、基本的にエラーを返さないと。で、なんで、ヘルパー関数はエラー返さないかというとですね、テストヘルパーが返すエラーっていうのは、本来のテストとは関係のないエラーだからです。
この場合だと添付ファイルの名前が作れなかった、パスが作れなかったってやつは、そもそもテストができない状況なので、そういう場合はもうおとなしくテストを落としましょうと。なので、引数にテスティング t を受け取って t.fatal とかでテストを落としてください。で、それで落ちた場合はですね、そうですね、そのテストヘルパーの中で落ちるとですね、通常そのままにすると、どこでテストが落ちましたかって言われると、ここで落ちたって言われるんですよね。まあ、そりゃそうですよね。だけど、それがそのテストヘルパーがいろんなところで使われている場合、テストが落ちたというログを見ると、全部ここで落ちたって言われるんですよね。ちょっとそれだと困ります。どういうふうに表示してほしいかというと、このテストヘルパーを読んだところを書いてほしいですね。ログで。そのテスト落ちたよという、例えばこうやって落ちたよって、これ何行目とか表示されるんですけど、これがなんか常にそのここを指すんですよね。ただ困るので、その 5.1.9 から入った t.helper という、メソッドを使うことによって、ここで落としたとしても、それ1個上の関数で落ちたことにしてくれます。あ、GoTests っていうこのライブラリはあれですかね。テーブルクロスですの、ビュッ、ひな型をピュッてしてくれるやつかな。はい。で、テストのカバレッジを取る場合は、Go テストの、ハイフンカバーでもいいんですけど、ファイルにその結果を出したい場合は、ハイフンカバープロファイルっていうのを、やるとですね、その引数で、フラグで渡したプロファイルって名前のファイル名で、カバレッジを取ってくれますと。で、この中身はですね、まあ、どこの、関数のどこを通ったか、ファイルのどこを通ったかみたいな情報が書かれますと。で、これ可視化するとこんな感じで、Go through cover っていうので可視化することができますと。青いところが通ったところで、赤いところは通ってないところですね。まあ、ID とか、プラグインとかで自分で実装したりとかする人もいますけど、まあ、標準でもこうやって表示することは可能ですと。